あのりょうちゃんやっててよかったと、こう愛され続けてきている作品、それまでの僕の集大成、これはやりたい、普段言えませんから、もっこりもっこり。こう核心に踏み込むというような感じのね、ストーリー展開かなって思いましたら、それは一応サブではずっと流れているんですけども、実は貝原はうまい出方をして、とても憎い役回りを演じていて、本当にずるいと思いました。かっこよくて、でも作品自体が一本筋の通った素晴らしいものになったので、そういうテイストをつけることによってこれが生まれたとすれば、あ、よかったなって思いますね。僕も本当に新人の頃から、僕ら剣佑剣佑って言ってるんですけども、剣佑の芝居を見せてもらって、非常に彼も軽妙洒脱な演技が上手で、むしろ逆に言うと貝原ができるような、本当に素晴らしい年輪を重ねて演技も大変上手な役者さんになったなという思いですか。本当にね、心から憎いと思うような役を見事に作られていて、でも別な言い方をすると、原作でもそう思ったんですけど、かっこいいんですよね。だからその辺の若干こう嫉妬はありましたね、あまりにも見事なんで、はい。それだけの長い間こう愛され続けてきている作品っていう意味では、嬉しさとともにありがたさも感じる作品ですね。次やってもらえそうだという印象を前作が終わった時に感じていたものですから、そういう意味では、うわ、コロナがどのぐらいでこう終演してくれるんだろうと思っていたら、ちょうど1年半ぐらい前にオファーをいただきまして、あ、いいタイミングじゃないのかなと思いまして、で、自分としては来た来た来たっていうので大変嬉しかったです。はい。あまり抵抗感はなかったと思うんですよ。ストーリーの中で結構自然に言っていたので、ただやっぱりこう自分の気持ちの中でもそうでしたけれども、いやらしく感じられないようにやろうと思っていたのではないかなというふうには思いますが、でも半分は、半分以上かな、楽しんで言わせてもらっていた。普段言えませんから。で、それが作品が終わる頃にはもう日本で唯一堂々と言える人になっていたので、りょうちゃんやっててよかったと、普通言ったらなんだと思われるというか、でもそれがすっとなあみたいな感じで受け入れてもらえるっていうのがありがたいですね。だからシティハンターでは例えば誰が言ってもいいと思うんですよ、もうポピュラーなセリフなんで。だからもう、もし次そのスバル君とか関君が出るチャンスがあればぜひ言ってもらいたいですね、公に。非常にやっぱり適材適所というか、素晴らしいキャスティングをしていただき、それがもう全くピタッとはまったから今回のような素晴らしい作品に仕上がったんだと思いますね。ですからその
キャスティングをしてくれた皆さんに感謝です、うん、はい、田代さんもすごく素敵な、いやー僕脚本読んでパッと浮かんだのが沢城さんなんですよ。内容を読めば読むほどこれはもうよほど演技力がないと無理だというふうに思いましたんで、僕の中ではそれが揺るがなかったんですね。で実際に紆余曲折あってスタッフの方から正式に沢城みゆきさんに決まりましたって聞いて、いやもう思わずガッツポーズをやったっていう感じで、はい、あのしまして、で実際にスタジオで今回変則的な撮り方をしてまして、亮と香織はいつも一緒で、あとスタジオに1名しか入れない、同じスタジオでは、で同時刻に別スタジオでオンラインで結んで撮っていたので、まあやっぱりそれほど不自然ではなかったんですが、やっぱりこう沢城さんとは同じ空気の中で演じたかったのですごく良かったのと、いやー迫力ありましたね、うん、でやっぱり改めて演技の上手な役者さんだな女優さんだなと思いました。ごくごく平凡な可愛らしい女性である香織との対比も見られて良かったんじゃないかなと思いますね。ですから今回アンジーちゃん、香織、紗友子、それからミキ全部違うんで、それも一つ見どころかななんて思いますね。本当にやっぱ寮の周りには素敵な女性がたくさんいる、うん、本当ですよね、はい。そうですね、でも考えれば最初からそうだったのではなかったんじゃないかと思うんですね。僕の方のその寮のスタンスとしては全然変わっていなかったんですけど、そのいくらさんが香りに到達するまではやっぱり少し実際に伺ったことはないんですけれども時間はあったんじゃないかなって思いますね。ただそうだったんじゃないかなって思うだけで、最初から違和感は全く感じずに、キャリアそのものがそれぞれの役をさらに育て上げたんじゃないかな。だから今回の香りが一番パワフルで可愛かったですね。素晴らしかったです、はい、改めて本当にそう思いました。今回の作品をやるにあたって、また終わってからも見返したんですけれども、いや北条先生が素晴らしいキャラクターをやっぱ作ってくれたんだな、でそれに僕らは命を吹き込んで今があるというふうに思うものですから、やっぱりそのシティハンターワールド、そしてそれぞれのキャラクターを生み出してくれた北条さんに改めて本当に感謝したいと思いますね、はい。そうなんですよ。いや実際にいくつかのキャラはもちろんキャッツアイを含めて見てはいたんですけれども、え本物、例えばセリフが車ですれ違うシーンはなかったんですよ。だから試写で初めて拝見してぶっ飛びました。いやー嬉しいと思って、こんなことやってくれるんだと思って、でまたそのものの役の方が声を当ててくださって、いやー贅沢させてもらったなって思いですかね。だから逆に言えば見終わった方はえっと思ったと思うし、これから見る方はぜひえどれっていう感じで楽しみにしていただきたいと思いますね。そうですね、作品としては自分がやりたかった世界を描いた作品で、ジャンプでずっと読んでて、
もうこれはやりたい、このキャラはやらせてもらいたい。でおそらく今日本の俳優さん声優さんでできるのは僕しかいないって、そんな大胆なことを初めて、それ以降も思ったことはないんですけれども思った作品でキャラクターで、ですからオーディションに受かった時は本当に嬉しかったし、それまでの僕の集大成として全てを注ぎ込んで演じました。はい、いやだからやっぱり羅生監督がどれほど好きかな、エピソードもそうだし音楽の入れ方もそうだし、でもやっぱりそういう愛にあふれた方が実はもう育ってきていて自分たちで作ってるわけじゃないですか。で前作のプライベートアイズもそれから今回の作品も加藤さんもそれから武藤さんもシティハンター大好きなんですよ。だからやっぱりそういう方に愛あふれる作品を作ってもらえて本当に贅沢な幸せを感じました。はい、今度また実写版もね。そうなんですよ。亮平君とはプライベートでも仲良しなんで、ですからまあ23年はアニメシティハンターで、24年は、ネットフリックスの実写版シティハンターで、彼ももうあふれんばかりのシティハンター愛、サイバー両愛を持ってるんですね。だからすっごい楽しみで、このキャンペーンが落ち着いたらゆっくりお食事しようというふうにお話ししていまして、ですからこれが大成功することを今願ってるんですが、その暁にはぜひ次もと思ってるんですが、そう考えるとキャスト全員がそう思ってると思うんです。レギュラーのよし頑張って次ができるまで現役を続けようと、そう思って、逆に頑張れますんで。で話変わっちゃうんですけれども、まあ、先輩の野沢雅子さん現役じゃないですか。あとアメリカの歌手でフランキー・バリさんっていう方がいるんですが、その方がこの間89歳で現役で歌ってるんですね。それを拝見してもう本当に力をいただきまして、だからそういう先輩たちが頑張ってくださっているから次回作も頑張れるかなって今思ってます。はい、今回のシティハンターエンジェルダスト、総力を結集した素晴らしい作品になりました。ぜひ劇場に足を運んでもっこりもっこり楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやもうすいません、ありがとうございました。もう愛あふれるインタビューで、はい。